はい、今回ねご紹介しますのは、福岡県のね、中洲にありますホテルミレニアルズ福岡です。もうね場所は中洲のど真ん中、これ中洲の交差点で、そこがね地下鉄の中洲川端の駅で、ドンキホーテ、太陽映画劇場、もうほんとねこの中洲の交差点のど真ん中にあるホテルです。ただこのね寿司船とこの業務用スーパー、あ、違う、餃子スーパー酒場、業務用スーパーに見えるの間、まあ、松屋がありますけど、の間をね、まあ、入っていくんですけど、このね、ミレニアルズとザ・ライブリーっていう、ホテルが同じね、ところにあって、その、ビルのっていうか建物の前にはライブリーしか書いてないんですよ。ミレニアルズとは全く書いてなくて、なので私はねこの周りをね3周ぐらい回りましたね。全然ないやん、場所はここのはずやのにと思って、どこにも書いてないんですよ。ライブリーって書いてあるところがそうです、ミレニアルズです。はい、ここがどこにもミレニアルズ色ないんですけど、ここがね入り口です。全く書いてないでしょ。ライブリーを目指していきましょう。ここにも書いてないんですよ。フロントを入って左、入って左がフロント、ちょっとしたなんかグッズコーナーでね、なんかバーが1階にあって、ここなんかねロビーですね。めっちゃおしゃれで、手前がライブリーのエレベーター、こっちがで、僕がミレニアルズとね、分かれてます。ミレニアルズはこっち。ここに来てやっとミレニアルズ。京都、福岡、新宿にね、ありますけど、私も京都には、ね、行ったことありますけれども、福岡は初めてです。2階がね、フリースペース、3階が客室ということです。4階がランドリーって書いてますね。で、ルームキーがね、あるんですけど、部屋の鍵じゃなくて、こういったね、エレベーターに乗ったりするときに必要ということです。全室禁煙でございます。喫煙ルームはね、2階の共有スペースのところにね、あります。まずは3階向かいます。この辺来たら京都と似てる。 A の9、 あ、ここ端っこ、あ、こんな感じ、あ、もう今壊れちゃった、はい、って感じで、はい、スマートポットのお部屋で、まあ、詳しくは京都のミレニアルズを紹介しているので、そちらをねご覧いただければと思います。プロジェクターがあるのがシアターポットで、プロジェクターがないのが普通のねスマートポットです。ハンガー2つで、これお風呂行く時用のバッグ、中にタオルが入ってます。あとこの中にスリッパとこんな感じでアメニティが入っちゃう。歯ブラシ、コットン、ティッシュ、この辺ちょっと京都と違う感じで、全てねコントロールはこちらの iPod で、コンセントはいっぱいでね、
ベッドの上にも収納棚で、大きな荷物はベッドの下です。じゃあね、トイレとシャワールームをねちょっと見ていきたいと思います。あ、ちょっと京都に比べたらめっちゃちっちゃい、1個しかない。もう若いな。でトイレとシャワールーム、マジで、あ、こっち、こっちにあるんや。こんな、これは京都と同じような感じやね、はい、こちらはシャワールーム。京都は1個だけバスタブ付きのねシャワールームがあったんですけど、どうやらこっちはなんか情け。シャワールームはねこんな感じです。シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーをねあります。オーバーヘッドシャワーもある。こんな感じ。はい、階段でも、ね、上がってこれるんですけど、これ2階のね、フリースペースです。こちらは京都に比べてちょっとねこじんまりとはしてますね。24時間利用可能、ビデオアドもご自由にご利用ください。コーヒーマシン、ウォーターサーバー、製氷機、電子レンジ、トースター、共用の冷蔵庫ということですね。こちらはフリースペース、京都と同じようにやっぱりね外国の人が多い。ビリヤード、キッチンも京都に比べたらちょっとねやっぱり小さめで、こちらはコーヒーマシンで、台所、雑誌で、ゴミ箱かなで、トースター、ケトルで、冷蔵庫と製氷機、オーブン、こんな感じですね。はい、それではね駆け足になりましたけれどもね、部屋の使い方とかに関しては、あの京都のミレニアルズの動画でね詳しく解説しているので、そちらをね参照していただければと思います。それではこちらがホテルミレニアルズ福岡さんでした。